はい、じゃあ今日は、トレーニング中のプロ3人に、フォアハンドについてちょっと聞いてみたいと思います。最近フォアハンドと最近ここ1年ぐらいは割といい感じです、ね、どういい感じ？ですね、フォア今まではフォアが結構開く傾向にあったんですけど、それを少し止めるようにしてから、だいぶフォアのコントロールが効くようになっていい感じになってきました。どうやって止めるの？どうやって止める、うん、止める方法とか何なんかチェックポイント？じゃあ右の肩を、左利きなんですけど、右の肩を止める、こっち側に。もう急ぐこと、完全に止まったまま打つぐらい、ね、大げさに言うとそうです、うん、それぐらい大げさにやって感じを使う、はい、うん、そんな感じです。どう、なんかフォアハンドでさって、はい、体が開く開かないって多分ね、みんなこう困ってるっていうか、体が開きすぎて入手もいるし、はい、なんか気にしてることある？開くことで。はあ。はあ。パワーだけです。体回してパワー出す。どうにかしてパワー出す。どうにかしてパワー出す。なるほどね。パワー出すポイントは何なの？体全体を使う。なるほど。もう全身で打つってことだね。はい。とりあえずいいクオリティのボールを打つぐらいですかね、うん、じゃあなんかもうコートに入れるとかよりもとにかくいいボール打つ。はい、うん、カットで、うん、カットすどう、最近調子いい、陽太郎は？そうですね、うん、僕も、ラボ入る前に、うん、から、まあ、フォアは結構意識してて、うん、その時はなんか強いボールを打つスピードとか、うん、まあ、すごい力入ってて、うんうん、でもこのラボに入ってから、うん、いかにリラックスして回転をかけて、うん、振り抜く、うん、まあ、そういうところの方が大事なんだなっていうのフォア思いました。なんか俺否定されたかな。でもちょっと違うけど、フォアとリラックスね。はい、うん、でもなんかない？いやでもまあパワー出すためにリラックスするのは、うん、そうですね、力んでたら、ね、力んでたらパワー出ない、うん、リラックスは大事。パワー出すためにリラックスするって、うん、それに気づいた。それに気づいた。なんでいいね、なんで。やっぱりこの ITF とか今待ってる ITF でこう上の選手と戦うと、いかにフォアが大事、フォアが攻撃的でないと勝てないっていうのに気づいたからですね、うん、それでリラックスしなかったことに気づいた。うん、まあ、それとかやっぱゆうたくんのフォアとか。ああ、そういうことやった。やっと持ってかれた今。はい、食べられた。まあ、ゆうたのほうは柔らかいもんね。いや、すごい柔らかい。うん、はい、ややこしいぐらいややこい。そうっす。そのレベルはないんです。あれ見るとなんでだろうなって思う。あ
そう。え、じゃあジェームス、試合中にフォアハンドの使い方、うん、今度使い方のテクニックがどうのこうのじゃなくて、フォアハンドをなんかこう、うん、自分はこうやって、ね、攻撃的に使うと、はい、うまくいくとか、ここが問題でとかって、フォアハンドの大事なところって何かある？まあとりあえずポイント中はできるだけフォアハンド使う、できるだけフォアを使う、バックを使わないでいいように、そのポイントをコントロールするためにフォアを使うっていうのと、最終的にネットに出るための道具として使う感じですかね。別にエースを取るんじゃなくて、うん、まあ大事よね、うん、そう、簡単にねバック打たれたら、逆に打ってたらね先に回り込まれちゃうからね、うん、とりあえず相手より先にいいボールを打ってみたいな、パワーよね、パワー、パワー最終パワーシンプルでいいね。ユタどう？フォアハンドの使い方みたいな。使い方、うん、難しい。使い方、別にあんまり意識してないですけど、でもバックには限界があるってよく言われてるんで、その決めるには、うん、やっぱフォアでできるだけ回り込むようにはしてます、ね、うん、それはジェームスと一緒。でもキーポイントね、やっぱフォアに回り込んでボールを打てるかっていうのはね、ある意味受け手に立ってない、ね、証拠みたいなので、先に回り込まれるより先に回り込んでる方がね、やっぱり主導権取ってるから、フォアで回り込まれても嫌すもんね、相手に先に、うん、なんかでもユータの見てたら明らかにフォアハンドでこうフォアのクロス、ダウンザライン、アングルとかループみたいなのが前よりもこう多彩になってきてて、相手からするとなんか分かりにくい感じに見えるんだけど、あんまり意識はない、ね、あ、でもなんかいろんなことしようとは心がけてますね。やっぱ外人さんには、うん、対応するには、うん、なんて言うんでしょうね、パワーじゃないですか。そうですね、僕らはパワーで勝負しても無理なんで、うん、パワーじゃないところで勝負するんだったらやっぱそういうとこかな。なるほど。なんかフォアでもゆうたくんスライス使うじゃないですか、うん、あれってどういう意図があるんですか、うん、あれって左利きが使うからこそ意味があるんですか。いや、そんなことないでしょ。僕らでも僕とかが使ったら効果的になるんですか、あのフォアスライスっていうの。いや、効果的だと思うよ、うんうん、どうやって使ってる、その意図して使ってる。基本的にはディフェンスですけど、うんうん、ディフェンスで打つか、時間稼ぐために打つか、フォアのドロップと見せかけてスライスっていうぐらいしか、そんなに別に意識的に使ってるわけではない、うん、でもユータにスライス使われたら嫌だよね。あのただでさえフットワークよくて動きもあるのに、あのアングルとかに入って、うん、深追いしてスピンで打ってくれたら次チャンス ね、オープンコートが空いてるところを、はい、あそこをスライスで丁寧にやって戻られたらもうすぐ空きがなくなるから、うん、あれめちゃくちゃ有効だと思うけどね、うん、じゃ結構パスが得意やから、うん、フォアのスライスディフェンスを浅く低いところに打ってで、アプローチを出して前にこう走るとパス打ちやすい、うん、から、なるほどね、そういうのはあるかな。なるほど、じゃあジェームス使えないどういうことですか。え、パスうまかったっけ。そうですね、ジェームスには難しいでもフォアは得意やった、うん、はい、いやでもまあ相手がネットに出てくる前に俺が出ていったらいいね。なるほどねそうだよね、アメリカンやん、完全にあれ、どれだけ俺のテニスを相手に共有できるか。おお、かっこいい。それはそうだよ、うん、そうなりたい。俺の場合はな、リュータの場合は違うけど、でもこっちもそうやね、基本的には、まあまあ、守ってるけど、こっちのペースの時もあるし、うん、逆に、しこい選手とか嫌かもしれない、うん、打ってこないしこい選手、打ってこない、いいたり、ボールいい人ってやったら、お互い決めてないのに押されるから。そうそうそうだろ。あ、でも、打たないとダメって難しいよね。打たされてるわけじゃないけど、ね、相手が打ってくれたらね、隙もできるけど、ね、うん、打ってくれないで、守られるのに徹せられると、
結構難しいね、うん、ジェームスからパワーあったら本当ね、それ関係ないけどね、うん、全部自分のやりたいことやらせてくれるみたいなので終わるけど、カウンターが入らない。いつもジェームス、アメリカでは、フォアハンドについて、ね、どういうこと言われたの？力まずリラックスした状態でどれだけパワーを出せるかっていうのと、うん、あとは、まあ、その体、まあ、そのイージーパワーを出すために体を使って打つっていうのと、うん、あとはまあそのネットを取るためにそのいかにその相手の短いボールっていうのを刺す誘うのと、それを来た時にどれだけ早く判断して前で攻撃してネット取れるかですかね。おお、向こうの人は結構難しいアドバイスするけど、結構単純な、ほら俺のテニスは単純なやから単純なアドバイスなんかチームメイトはみんなと一緒なんだ。大体チームメイト、大学のコーチがあれやったかな、とりあえずハードヒットしてひたすら走れって感じやったから、うん、僕らのイメージはそんな感じですけど。そうやね、でも一応それだけではないけど、俺の場合がそうやったからさ、でもアメリカ人のテニス大体主体的だもんね。なんかああいうやり取りというよりはね、本当パワーで押してっていうの多いよね、うん、明らかに。ヨーロッパ行ったらまた違うけどね、うん、だから日本人ヨーロッパ行くのとアメリカ行くのと全然やっぱ違うから、そう、じゃあ大学からこうやってプロになった選手としたら、こうさっき言ってたみたいに ITF のレベルに行ったらやっぱりフォアハンドをたくさん使わないとっていうふうに言ってたけど、そういうなんかテニスの違いみたいなのってすごい大きく感じるの？いやー結構感じますね、うん、なんか大学テニスは、まあ、それこそリーグとかなんかしこって勝つみたいなのがやっぱ昔からあるじゃないですか、うんうんうん、やっぱそういうのじゃ通用しないっていうのはもう、うん、もうすぐ分かりましたね。自分がこうしてこうして動かしてとか何かしないとやっぱり勝たせてくれない、うんうん、なるほどね、うん、何かしないと、うん、待ってたらあかんってことね。待ってたらダメですね、うん、勝つのがすごい難しいなって思いましたね、うん、1試合勝つのが外人相手だと、はい、それは自分からポイント取らないと勝たせてくれないからってこと？そうですね、うん、それもやっぱミスがまた増えるじゃないですか、うん、まあでもそれを抑えながらやっぱ攻撃して相手を崩してっていう、なかなかそのやり取り難しいですね。はい、そうやな、うん、あ、僕しかジェームス大学行ってるもんさ、アメリカの大学行ってるもんな。まあ大学自体日本大学と違ってそのつなげる、まあつなげる選手も多いですけど、まあ普通にやっぱりサーブがいい選手、ストロークパワーある選手とかいっぱいいろんな人がいて、しかもまあ大学のトップのレベルになると別にチャレンジャーでも出てる選手なんで、そんなにレベルの差はすごいあるってわけじゃないですけど、そのチャレンジャーで勝ってる選手と比べるとやっぱりラリーした時に大学の選手の方がこう真ん中にボールが行っちゃうとか、そういうのが早い気がします、うんうん、あとそこまで無理をしなくてもポイントを取れる方法っていうのをその大学の選手より持ってるっていう違いはあると思います、うん、でもまあ別に大学のトップ10とかやったら普通に400番500番の選手、うん、半年しか出てなくてみたいな、そういう選手もいるんで、レベル的にはそんなに大差ないけど、そういう違いはあります、見てて。なんで違うんやろうね。ま
まあ、大学の試合ってそういうトップの選手とやるだけでもないんで、やっぱりランキングが低い選手ともやるんで、それで勝っちゃうっていうのが。ああ、なるほどね、はい、そうなるよね。やっぱ下の選手とやってるとかね、ミス待ちで勝てるとかってなるとどうしてもね、はい、うん、でもやっぱりミス待ちの選手は少ないですね、うん、普通に走る選手でも普通にカウンターうまかったりみたいな、なんか自分から攻める手段もいいと思ってます、ね、はい、何が聞きたいんですかね、みんなねえ、何が聞きたいんやろね。フォアハンドの打ち方とか結構聞きたいけどね、なんかそういうのは打ち方は人によって違うな、ね、パーフェクト右側に構えて振ったら打ち方でも一番好き。え、そうっすか。僕自分の方も結構嫌いなんですけど。あ、ほんま、俺もそうやな。まあでもどのレベルでやるかってめちゃくちゃ大事よね、うん、ね、その自分のいるレベルによって多分勝手に変わっていくからね。ただ入れるだけで勝ててたらね、そんな無理するわけないし、すごいボール打たないとこう自分にチャンスが来なかったらね、打つしかないしね、うん、大事やね。なんかチャレンジャーってやっぱもうタンクするやつっていないんですか？ダブルスはいっぱいおるよ。ダブルスはシングルは少ないよね、やっぱりね。あ、少ないですか。 ITF まだタンクする選手結構いるもんね。まだいます、います。チャレンジャーレベル上がってるよ。まあ有名ところで言うとぐらい。タンクするんですか？チャレンジャータンクする。すごいよ、ね。ああ、そう。250とか125とかはちゃんとするけど、うん、75とかに出てきた時に、そうすぐタンクする。この前フランスでもタンクしてて。あ、本当。なんかサーブがめっちゃいい選手だったって一回ブレーキされた途端にもやる気なくなってた。そういう選手もね、まれにいるけど、うん、まあ、ほぼいないよね。でもあれは上で勝てるから許されてる。そうや